どうも、愛嬌です。今日はですね、くしたにの2022年春夏の新商品の中から、これからの季節、春から初夏にかけてですね、軽やかに着こなせる革ジャンを3着紹介したいと思います。僕はくしたにの革ジャンに関しては1着所有しております。シングルジャケットという一番ベーシックな革ジャンを所有してるんですけれども、これね、僕1年半ぐらいダイエットして買ったんですよ。僕の世代ってね、僕今41歳なんですけど、あのパンクロックブームだったんですよね。で、あのね、ハイローズ、ブルーハーツですね、ブルーハーツとかハイスタンダードとかグリーンデーがめちゃくちゃ流行ってて、僕はバンド少年だったんで、もうこの辺はね、めちゃくちゃ聴いてたんですよね。もうすっげーかっこいいと思って見てたし、で、この人たちがね、すっごい細身でピタピタの革ジャンを着てたんですよ。だから40近くなった時に革ジャン着てえなーと思って、一大決心をしてですね、ダイエットをして、くしたにの M サイズのシングルジャケットを購入したんですよね。これ未だに僕のワードロープ中では一番のお気に入りだし、でね、さらに言うと一番の高額商品です。なのでめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、あのね、すごい重厚感のある製品なんですよ。なのでこれからの季節はね、ちょっと見た目的にも重いし、まあ、ちょっと暑いんですよね。で、今回紹介する製品に関しては、もうベンチレーションがね、いろいろついていたりとか、結構ね、着た時に軽やかに着ることができるので、本当にね、これからの季節にぴったりの製品となってます。今回はね、3着紹介したいと思います。はい、では早速紹介していきたいんですけれども、まあ、今回紹介する3着なんですけれども、共通点があります。まあ、これが今回紹介する3着のうちの1着になるんですけれども、こちらですね、一部にストレッチの素材を採用しています。で、このストレッチの素材を採用することによるメリットが2つあるんですけれども、まずね、このメリットから紹介したいと思います。基本的にまずですね、このレザーという素材自体はなめしの段階で失われてしまうものもあるんですけれども、ある程度の本来ストレッチ性能はあるんですよ。まあ、ただ海外の製品とか、もうなめしの段階でがっつりストレッチ性を失ってしまってる製品っていうのも結構あるはあるんですけども、本来はあるんですよね。ただオートバイで使う場合っていうのは、やっぱりこうファッション用のレザージャケットと違って、ある程度運動性能が求められる部分がありますんで、まあ、これはついてないですけど、アクションプリーツですね、結構ミリタリージャケットとかにも採用されてるようなアクションプリーツを使ってみたりとか、あとはバイク用の立体裁断パターンを使ってみたりとかしてですね、運動性能を高めてるっていうモデルが結構あるんですよね。で、このストレッチの素材を採用することで、こういうアクションプリーツとか立体裁断っていう技術よりもですね、より運動性能を高めることができるっていうのがメリットの一つ目です。はい、メリットの二つ目なんですけれども、まあ、このレザーっていうのはですね、一般的なこう布の生地と比べるとちょっと重量的には重いんですよね。重いんですけど、例えばこのレザージャケットがブカブカだったとすると、下からの巻き上げの風とかでめくれ上がっちゃう可能性があるんですよ。これは安全上もあんまりよろしくないですよね。ただこのストレッチの生地を採用することで、ある程度しっかりと運動性能を確保した上でスリムに仕上げることができるんですよね。そうするとこう体との隙間っていう部分が少なくなるので、風が入りにくくなるんですよ。そういったことで、ちょっと安全性っていう部分でもこのストレッチ素材を採用するというのはメリットがあります。ただデメリットがないわけではありません。まあ、フルレザーと比べた時に、この一部にストレッチ生地を使うってことのデメリットっていうのも存在するんですけれども、まあ、それは簡単に言っちゃうと安全性の部分ですね。未だにレーサーとかが着てる革つなぎって、まあ、あれレザーですよね。革つなぎっていうくらいですからね。なんかまあ革のつなぎを着てるんですけど、あれはやっぱり万が一の時の防御力に優れるっていう理由で革つなぎが採用されてるんですよね。で、今は結構生地も進化してきてですね、バリスティックナイロンとかコーデュラって言ったようなですね、引き裂き強度に優れる生地っていうのも続々と出てきてはいるんですけれども、ただ未だにやっぱりですね、この革を超える引き裂き強度っていうのは、ああいう生地では実現してないんですよね。
なのでこう一部の部分にですねこういうストレッチの素材を使うことによって、まあ、万が一の時の防御力っていう部分では多少落ちてしまうっていうデメリットがあるんですよ。ただこれはですね万が一に備えるかそれとも万が一を防ぐかの考え方の違いだと思います。もしもの時にしっかりと防御力を確保するのかそれとも万が一の不事態を防ぐために運動性能を高めるのかっていう考え方の違いなんですよね。このあたりは、まあ、どっちを取るかはですね、ユーザーの考え方次第だと思うんですけど、まあ、こういう考え方のですね、小難しいところ抜きにしても、まあ、これからの時期っていうのは、冬場と違ってミドルレイヤーが薄着になりますよね。冬場だとパーカーを着たりとか、セーターを着たりとかすると思うんですけど、まあ、これからの時期はベースレイヤー1枚っていうのもあり得ると思うんですよ。例えば T シャツとかね、ロンティーの上に羽織るだけっていうパターンも出てくると思うんですけど、そういう場合はですね、このストレッチ素材を採用することによってできるこうタイトなシルエットを使ってよりスタイリッシュに着こなすことができるんですよね。だからね、すごくね、これからの時期スタイリッシュに軽やかに着ることができるので、まあ、このあたりもね、メリットなんじゃないかなと思います。はい、では1着目から紹介していきたいと思います。レギュレーターライトジャケットという商品ですね。まあ、今回紹介する製品の中ではですね、一番こうカジュアルな感じだなっていう気がします。この脇下の部分ですね、ここからもう全部、まあ、ストレッチの生地になってます。でこれね、パーカースタイルなんですよ。でこのパーカーがついてるすごいカジュアルなスタイルになってるんですけど、ここの部分ですね、マジックテープでこういう風に固定することができるようになってます。なので走行中にね、バタつきを防ぐような機能っていうのも追加されてますね。この裾の部分ですね、この裾の部分がこうスナップボタンで調整できるようになってるんで、かなりねシルエットにもこだわった一着だなっていう印象を受けます。でこのポケットなんですけど、これ上からもね下からも開けれるようになってて、止水ファスナーが採用されてるんですけど、これね上から下に半分ぐらいこうやって開けてあげると、この上半分がねメッシュになってるんですよ。でこっから中に直接風が取り込めるようになってるんで、このポケットを使わずにですね、この上半分を両方とも開ける、こっからしっかりと風を取り込むことができます。で背中のここの部分にですね、さらにこうベンチレーションがありますので、これを開けてあげることで前から後ろの方に風を抜かせることができます。でこのストレッチの生地の部分なんですけど、このストレッチの生地の部分がですね、結構速乾性に優れた素材になっていて、裏側は総メッシュになってるので結構ねベタつかずに着ることができます。この点も これからの季節にはぴったりな仕様となっています。この前身頃のですね左右のポケットを仮にベンチレーションとして使ってしまうと、もうポケットとしては使えませんよね。半分開いちゃってる状態なので、万が一ここからポロって落ちちゃったら怖いですから、ちょっとポケットとしては使えないんですけど、この胸の部分にでもですね一箇所ポケットがあるんですよね。でこれねそんなに広く見えないんですけど、意外とね奥行きがしっかりあるんですよ。なので、まあ、僕が使ってる携帯電話 iPhone の12 Pro なんですけど、これはね全然スポリに入りました。あとねこの内側にも内ポケットがここに一箇所あるんですよ。ここもね結構開けてみると容量があるので、ここの部分にねなんか大事なものとか常にポケットに入れておきたいものっていうのは入れておくことができます。カラーは定番のブラックとブルー、そしてこのライトグレーの3色がラインナップされてるんですけど、僕の一押しはこのライトグレーですね。すごいね見た目も軽やかな感じがするので、これはこれからの季節にぴったりだなっていう気がします。で軽量化にも結構こだわって作られてて、まあ、この前のファスナーの部分ですね、内側にこの風よけがついてるんですよ。まあ、バイクの場合だとやっぱ前からのねこのファスナーの風、ファスナーからの風の侵入っていうのを防ぐようにこういう盾がついてることが多いんですけど、この盾の部分もこれレザーじゃないんですよね。これも普通に布地が使われてるので、こういうところも軽量化されてますし、この裾の部分までねがっつりこうストレッチの生地が採用されてるので、これを全部ねレザーでやった時に比べればはるかに軽量化されています。まあ、これこういうですねパーカースタイルなので、このパーカーの部分のですねレザーの重量があるので、
まあ、それなりの重量ではあるんですけれども、しっかりですね軽量化が施されているので、着用してみるとかなり軽いと感じますね。で、結構ですねこの着丈がちょっと長めっていうのもポイントです。この着丈が結構長めなので、中に着るベースレイヤーとかミドルレイヤーがはみ出しにくいんですよね。なんでね、コーディネートをするときにミドルレイヤーとかベースレイヤーに気を使わなくてもいいっていうのも個人的には推しのポイントでした。続いてのジャケットがこちら、ダブルストライプジャケットという商品ですね。まあ、見た目はですねものすごくシンプルなシングルジャケットという感じなんですけれども、まあ、この裾の部分にですねストレッチニットを使っているのが結構デザイン的な特徴ですね。あとこの前の部分のこのダブルのストライプ、これがねやっぱすごい目立ちますよね。これはもう僕の完全なイメージなんですけど、ダッチとかなんかああいうなんかアメ車のスポーツカーとかにこういうなんかストライプっていうのは使われてるイメージがあって、でこの裾の部分のストレッチニットのイメージも相まってですね、なんかちょっとミリタリージャケットとかブルゾンっぽい感じもしますね。カラーに関しては定番のブラックと、まあ、このグレーの2色が展開されてるんですけど、まあ、この鮮やかなねオレンジが差し色で入ってるこのグレーに関しては結構これからの時期には軽やかでいい感じの色じゃないかなと個人的にはね、これ本当に僕の主観なんですけど思います。で、レギュレーターライトジャケットに関しては前身頃のこのポケットの部分がですねベンチレーションになってたんですけれども、こちらはですねポケットはポケットですポケットは普通にポケットとして使う仕様になっていて、まあ割とここもしっかり容量が確保されているので、まあ、携帯電話とかは余裕で入れることができるんですけど、ベンチレーションに関してはこの肩の部分にですね2箇所、両肩の部分に1箇所ずつベンチレーションが配置されてます。で、裏返すとですねこの脇の部分ですね、ここの脇の部分にやっぱりベンチレーションがついていて、ここからしっかり風が抜けていくように設計されてます。あとね、背中の部分、ここの部分もですねベンチレーションになってるんで、まあ、この風がですね肩から入っていくとこの脇の部分とか、あとこの背中の部分から抜けていくように設計されています。この素材の組み合わせはさっき紹介したレギュレーターライトジャケットと共通なので、基本的にはねすごくベタつきにくいっていうのは同じポイントになります。革もねボートスキンですごくね軽いんですよ。で、丈がこれはね本当にシングルジャケットをそのまんまって感じでちょっと短めなんですよね。なんですけど、このですね後ろ側に関しては少し長めのサイクルカットみたいな感じになってるんで、前傾のバイクに乗ったとしても背中が出ることっていうのはないですね。で、この肩の部分のベンチレーションもちょっとねこう前傾になった方が風が入りやすいように思うんですよ。なんでこのダブルストライプジャケットに関してはちょっとねスポーティーな前傾のバイクとかも似合いそうなイメージですね。3着目がこちら、フェイスジャケットという商品になります。こちらの商品はですね前述した2着と比べて大きく異なる点があるんですけれども、素材がですね今まで紹介した2着はゴートスキン、ヤギ革が使われてるんですけれども、こちらはですね牛革が使われています。まあ、ゴートスキンは比較的ねこう薄い革なんですけど、この牛革でしかもこれはねかなりね厚めの革が採用されてるんですよ。で、プロテクターも今まで紹介した2着に関しては、まあ、ソフトパッドタイプが採用されてるんですけれども、こちらのフェイスジャケットに関してはこちらですねプロテクターの規格でですね、まあ、安全性が高いとされている CE 規格のプロテクターが採用されています。特にこの肩部分なんですけど、ここにはね TPU っていう素材のプロテクターが直接縫い付けられてるんですよ。
でこの縫い付けられているプロテクターの内側にも新規格のプロテクターが付いているんですよね。なのでこの肩の部分というのはねものすごく防御力が意識されてるんですけど、 TPU っていう素材、まあ、あんまり効かないじゃないですか。でこれどういう素材かっていうと、もう簡単に言っちゃうとこれっすね。スマホ用のケースとかが結構 TPU っていう素材が採用されていることが多いです。これすごくね弾力性があって衝撃吸収力もある素材なので、すごくねあの肩の部分の防御力っていうのは重視されてますね。で今回紹介する3着中ではですね、一番ストレッチの生地が使われている面積が少ないのもポイントです。これ、まあ、ここの部分のですね腕の部分のストレッチ生地の割合も結構少ないんですけど、まあ、他の2着に関してはこの胴の脇部分にもストレッチの素材が採用されてるんですよね。ただこのフェイスジャケットに関してはこの辺もしっかりレザーが使われてるのもやっぱりすごく防御力を意識した商品だからこそっていうところですね。ただやっぱり運動性能もやっぱしっかりしないといけないということで、特にやっぱバイクの場合動かすのとこの肩周りの部分ですよね。肩周りの部分に関してはですね、こうやってしっかりとシャーリングが使われてるんですよね。これねすごいストレッチするシャーリングになってるんで、肩周りのね動きをしっかりとこの辺でフォローしています。デザイン面で言ってもこの両脇のポケットっていうのがすごくね目立ちますよね。めちゃくちゃこの長さが長いんですけど、これもやっぱりレギュレーターライトジャケットと一緒で上半分がねベンチレーションになってるんですよ。なんでこのね上半分をこう開けて、ここから風を通して後ろ側に通すっていう風になってますね。この背中の部分にやっぱりこのベンチレーションのファスナーがついてるんで、ここを開けてあげることで前から入った風をしっかりと外側に通すことができます。そうするとどこにも入れるとこねえじゃねえかっていうところになるんですけども、クシタンにはね必ずここに内ポケットがついてるんですよね。でこの部分はさっきも言ったようにですね、結構しっかりとスペースが確保されているので、携帯電話なんかはすっぽりともちろんこうやってね入りますんで、もうここに入れといてもいいですし、高速の通行券とかねちょっとしたものを入れとくにもこの内側のポケットを使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。カラーはですねブラックと、まあ、ブラックもうオールブラックですね。あとはブラックとホワイトの差し色が入った色と、このグレーとブラックとイエローが入ってるモデルがあるんですけど、まあ、夏場に着るんだったらこれがいいですよね。このグレーは結構爽やかで個人的には推しの色ですね。見た目とかデザイン的にはですね、もうスポーツライディング用のジャケットっていう感じなので、やっぱ SS とかがぴったり似合うかなっていうような印象を受けますね。こちらも丈自体は短めなんですけど、やっぱ後ろ側はね長めになってるサイクルカットが採用されてるんですよね。なんでしっかり前傾姿勢を取ったとしてもこちらも背中が出にくいっていうのもポイントになります。サイズ選びのポイントも少しお伝えしておきたいんですけど、僕は普段ですねシングルジャケットは M サイズを着用してるんですけれども、今回ですねお借りしたのは全部 L サイズになります。で実際今レギュレーターライトジャケットを着てますけれども、まあ、そんなにブカブカな感じはしないですね、まあ、たださっきも言ったようにこれからの時期はそんなにミドルレイヤーとかも着用しないので、まあ、ワンサイズダウン M サイズでも普段通り着れるかなっていう感じはします。ただですね袖丈が少し、まあ、長いかなっていう感じはするんですけど、他の部分はねそんなにこう極端に大きい感じがしないんですよね。なんで、まあ、これからの時期から、まあ、冬場までしっかり着るのであればワンサイズアップで着ちゃっても全然問題ないかなっていうような印象を受けます。あとこれワンサイズアップで着用することでこの肩とか肘の部分がプロテクターも目立たないんですよ。この腕の部分がちょっとワンサイズ太くなるので、この部分がですねプロテクターが目立ちにくいので、出先とかでこう歩き回るときにあんまりこうガチガチのプロテクターが目立つような格好で歩きたくないっていう人はですねワンサイズアップで買ってもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はクシタニのこれからの季節軽やかに着れるレザージャケットを3着紹介させていただきました。まあ、最近は結構ですねユーザーのニーズっていうのも多様化してきてるっていうふうには言われているんですけれども、まあ、今回紹介した3着でニーズとか車種問わずですねどれかしらのジャケットでカバーできるんじゃないかなと思います。今回の動画が少しでも参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あと Twitter と Instagram やっておりますので、この辺も絡んでいただけるとすごく嬉しいです。
あと今回の動画でわからない点があったという方はですね、コメント欄の方にコメントをいただければ必ず返信させていただきます。また動画のリクエストなども受け付けておりますので、何かありましたらこちらもコメント欄の方にお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。